どうも、ポンポコ宮本です。どうも、大輔です。今日はパイオニアで白熱ショーをやっていきます。僕が使うのはね、モノグリーンですよ。ミドタン、もうパワーと力と腕力のデッキだな。ゴリラみたいな、全部デッキ同じゴリラ、またハルクみたいなデッキだよ。完全にハルクデッキを使っていくぜ。もうほんと色も緑だからね、完全にハルクってことで、マジでまた僕がハルクになってる感じじゃん。いやー、またすかまたやっていこうと思います。で、大輔が使うのは、僕はもう今日極端な対局で赤タンですね。赤タン、はい、赤タンだけ、普通の赤タン、いや、ゴブリン、ゴブリンわらわらわらっとやる感じ、笑って、で、森を焼き尽くしよう。じゃあ、あれモノグリーンハルクと、じゃあ、あのモノレッドゴブリン、モノレッドゴブリンっていう感じで、わらわら来たゴブリンをこの拳でパチンとやってやりましょう。いいんですか。はい、OK、頼む、チェック、お願いします。僕のハンドです。まあ、1ターン目から動けますし、ワンチャンこれ狙えますね。いけます。未練の見せでやりましょう。キープ、ホームのハンド、うん、これ結構いいんじゃないですかね。1ターン目に連絡出して、まあ、2ターン目にね、徹夜のチャンピオンを出して、そのまま数楽とかね、タフス獣まで全部つながりそうなハンドで、まあ、ちょっとね、先手だったら強かったら後手でも、これはね、パワー 90% パワーなんで、マキシマムパワーではないが、キープしましょう。お願いします。お願いします。いきます。山から、はい、1マナでスカートのターン。お、ゴブリン、はい、こいつはゴブリンの1体剣に捧げると赤マナ超えられます。そいつもサクッても出る、出ます。あ、なるほど、はい、で、これでおしまいです。まあ、なんかマナクリってことか、つまり、まあまあ自分のサクッと出るのはマナクリってことね。そうそう、いいでしょう。ドロー、本当のマナクリを出してやろう、じゃあ本当のマナクリ、いでろ、ダーメン。これはもう元祖からの、まあ、真のマナクリ、本当に真のマナクリ、ナチュラルでポピュラーなマナクリ、はい、ポピュラーマナクリです。でも本当ポピュラーで強い、ポピュラー、ポピュラー、極楽鳥には負けるけどポピュラーだね、完全にこいつは。山を出てしまう、はい、で、生贄に捧げます。お、赤マナ浮かせました。何するの ?3 マナ。ゴブリンダブルマスター。いや、軍属マナ。軍属マナか。これはゴブリントークを3体出す。はい、出します。いやー。はい。うおー、出やがったな。メニードラ、メニーゴブリンピープ、ピーポピープルでピープルでゴブリン、メニー、メニーゴブリンズ。メニメニゴブリン。メニメニ。メニメニゴブリン。その、エンターザバトルフィールド、メニーゴブリン。では盛り出して3マナから鉄曜のチャンピオン、強い、これ強い、3マナ5を呼んで、鉄曜のチャンピオンはパワーが2以下のクリーチャーによってはブロックされないので、メニーゴブリンピーポーではノーブロックできない、ノーブロックノーこれブロック、ブロック、変だよ、キャンピーブロックみたいな、終わりです。全然英語はやばい、英語、英語は心とか心で会話、はい、ハートハートで会話するタイプ。じゃあドローします。じゃあどうして、あ、来ちゃいましたよ、キーカードです。はい、じゃあセットします。オッケー、同じやつを打たせてもらおうかな。なんだなんだ、出てきた、出てきた、はいはいはい、はい、出た。で、この6体をタップし召集で終えるぞ。やばいよそれほら、強っ。このカードはゴブリンを指定します。はいはい。で、ウルトラを見つけた時にクリーチャーダービーを選ぶので、今ゴブリン。ゴブリンね。で、コントロールするクリーチャーが2-2修正出ます。今全員3-3になりました。すごいじゃん、召集ゴブリンから出てきたらマジの、あの、由来ゴブリンの オベリスクだね、これは。本当に。ドロー。ちょっと、これ、しんどいな。とてもとてもしんどいな。こっちも負けない。4マナから。はいはい。いけ。探索する獣。あ、違う、こいつは警戒摂取速攻で、パワー2以下のクリーチャーによってはブロックされた、まあ、こいつと同じ効果を持ってるっていうことです、はいはいはい、いやーこれ9点入れとくか、大丈夫だ、次フルパンチっても分からん、警戒ができないいけ、フルパンチ9点、バチンバチン、9点11ですね、はい、一応じゃあタップして OK、 ドローします。3マナで出る すげえ嫌な顔してる、出るなぁ、おい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 すげえ嫌な顔してる、もう一回3体だ、ちょっと真面目に
一応ね、ここに、ね、酔ってますよって言った。あ、酔ってる、酔ってますよ、酔ってますの合図。酔ってますよってもう一回出そう。ちょっとやばい、これ出しすぎでは。じゃあ、ゴブリンで、今、ゴホホゴホホになります。いやブロックされる。全員やれます数の暴力。これはやばいな。で、これでおしまいです。ドロー。いやどうしよっかな、これどうにかできるのかな。これ結構やばいよ、ブロックアウトで。次こいつら一人5号なんでしょ。9体いますからね。3体ブロックしても6体ブロック30、30体。ほら、出さないとクリーチャー。これやばい、これやばいわ、これ。殴れない子出すから、とりあえずいくぜ。4マナから狩猟の逃走者スーラク。まあ、圧倒っていう効果があって、はいはい、戦闘の開始時にコントロールしてるクリーチャーのパワーの合計が8以上であれば、この他コントロールするクリーチャー1体対象としてそれと速攻を出せるみたいな。はいはいはい。バリーブロックもさっきやばいな、これ。どうします。じゃあ山瀬とします。まあでもこれ普通に殴って勝つな、多分。マジでさっき一緒殴ってもブロック入られて、こいつら全員ブロック入られて、こいつらと相打ちと一歩で死んで、絶対負けるんだよな、マジで。いけ、さらちにしてしまえ、キルタアタック。全員ゴーゴーアタック。いやごめん、普通に考えてよ、普通に考えて、ここを1、2、さ、4体ブロックしても、こいつらゴーゴーが5体いる時点で25体だから負けだよ。動き数の暴力。次だ、はい、ポンポコのサイドアウト。なんかね、これかな、こいつ巨大オサムシはね、多分出すタイミング皆無で、ニッサの誓いも結構やらなそう。入れるカードがこちら、セテシサ式戦術、まあ、除去カード、新人の除去カードなんですけど、まあ、正直ね、相性がめちゃくちゃ悪そう。なんかそんなことやってる場合じゃないし、入れるカードない。でも一応除去はやっとこうと思ってこいつ入れました。はい、僕が抜くカードこんな感じです。ちょっとエンブレスはちょっと重いのと、まあ、外旋のままちょっと方向なんで一旦抜きます。運転中ですはちょっと他に入れたいカードを一旦抜こうかなと思います。サイドインするカードこれです。いや、まあ除去ですね、マークではやりていきたいんで、まあ、あとこれですね。これ決まれば相手一騎士とかパーンと並んでたらもうこれでやってきます。いやね、さっきの試合はマジでヤバかったんで、今度は勝ちたい。先手だからね、いいカード引いて、まあマナー加速してマナーブーストからのハルククリーチャーボンボンで勝ちみたいな、はいはい、イメージイメージだけで、ね、いやいや勝てない。チェックします。はい、よくやります。いやー、ちょっとね、大丈夫かこれ、結構やばそうだよね。でもまあマナグリ3枚いて、まあ鉄矢のチャンピオンロナスハイドラって感じでいるので、まあ動けるハンドではある。まあ軽い時と一発二発来てもこれが耐えるし、トップから土地引ければね、全然動けるハンドなんで、キープしていきましょう。キープなんでこんな感じです。土地もあるし、まあ1マナから動けるカードもあるし、まあまたこれできちゃいそうなんで、キープしていきたい。オーガニックブロッコリーフォレストからナノワールのエルフを出します。栽培者終わり。じゃあどうします。スカーカー、うわー、これまた群像ゴラベル、なんとかならないか。じゃあここから緑出してナノワール、この1マナからおい、いけナノワール、もういっぱい頑張れ俺のエルフたち、終わりです。あれ、こっちがない。いいんですね。いや、いいよ、今更1枚除去されても大丈夫だ、動きなさいよ、早く。はい、じゃあセットします。はいはい、エンバレス城ね。はい、エンバレス城を、じゃあ1万何浮かせます。こいつ1ゲネスだけで、はい、ラブルか、軍属バラムか、違うんですよ、こいつです。いやー、忘れてたよ、こいつ。こいつこれが出た時に、クリーチャーがプレインズウォーカーに1点のダメージを与えるっていう過去に。あ、俺も行ってくれるんだ、行って。やばいやばいやばい、動けない。はい、これでおしまいですだろ。終わりだ。あ、やったやった。やばい、これだよ、これ蹂躙してやる、蹂躙。ゴブリンチーホイラーか、マジかよ。
じゃあ山を置きます。サンマだから軽めに軽めに全然軽くねえよ。じゃあこれで先頭入ろうと思います。はい、で先頭入るときにコメントが出てきて、はい、こう2体入れて4点、はい、でこれでおしまいです。ドロー、はい、土地よパー、土地おーい、はいはい、終わりです。よし、蹂躙タイムだ。相手の弱みに突き込んでやる。いいのか、僕は無謀だぞ。これオーバーハンドしてんの、これ。おい、大丈夫これ。僕は全然後ろからこうパンってやる。後ろからパンって、後ろからパンって。ついよセットします。これ4番、はい、でもこの2体をね、アップして、はい、いやそれはやばい。こういうことしちゃおうかな。で、これで戦闘に入るときに、そう、そうか、そいつの足も二人修正があって、3-3、はい、で、これアタックします。で、これが1体いるんで、これもさ、二人修正ってね、5点、3点、8点結局8点すげー7はい、おしまいです。これはワンサイドゲームの気がしたぞ、マジで。一応僕に言っていいのがあってます。うるせーな、すいません、すいません、うるさい。ジャパニーズワードイズうざい、イコールだろ。おおお、で、あ、お友達ね。終わりです。お友達ようこそ。やばいよ。ということでどうします。あ、これはもうもうもうってやらなくても普通に勝てんだよ、これ普通。もうこれいいっすかね。最後とどめさせちゃって、こちらのセットこれずるいな、こいつやっぱり。何点ですか？1-3-4で、5体いるんで、5の修正入ったのと2体いってるんで9点、そこで3-3なんで12点。12点、5点、8点、負けました。うわー、というわけではぁー、ゴブリンさ、並びすぎじゃない？いや、めっちゃ並びましたね。やばいだろう。1ゲーム目とかさ、あれじゃない、ウルトのオベリスクを、そう、召集からどんどんやってって、ムキムキになってぶん殴られたから、おぉ、ちょっとね、数っていうの、もう普通に力でやられた感じするわ。数の暴力と力の暴力が、いやゴブリンね、強かったっす。モノグリーンのね、あの方も実はチャンクのだけはもっと強いデッキなんで、皆さんよかったらね、作ってみてください。で、もちろんこっちのゴブリンの方もぜひ作っといてください。強いですよ、ゴブリンは。それじゃあ、次の試合までバイバイ。